つは。いて。何？CRV できた。CRV？ じゃじゃーん。まあ見ましたよ。見た。ついにできましたこの CRV。というかまだ完全ではないんですけども、ほぼ出来上がりました。原型が見える。かなりリアルっぽくなってるかと思いますけども、もうちょっとですね、まだタイヤの上が黒い縁だったりとか、ちっちゃなフェンダーミラーとかですね、作るところあるんですけど、とりあえずそら君からもらったクリスマスプレゼントの CRV ですね、結構いい形に。ここにもつけてないし。どれ、ちょっと君持ってみてよそれ。これね、ヤマなんでちょっと変な風に持つと接着剤が取れてポロッと折れてしまいますね。まあでもかなり近いとは思うんですけどね。プラモデルは難しいですけども、そら君これ何点ぐらいつけられる？俺が作ったやつ、まだだって完成してないんです。完成してないけど、まあ、そこまでの段階でいいけど、ここまででは70点。俺自分では50点ぐらいだね。全然ダメだね。やっぱ塗装だよね、プラモデルがさ。塗装っていうよりお父さんパーツ割りまくりなんだ。そうなんだけど、その前に塗装がやっぱりさ、100均のシューってやるスプレーじゃ。ミラーが取れた。あ、嘘。ここだから触っちゃダメだって。ミラーとか絶対触んないで。もうはめとけばいいんだ。はまんないってそれ。そうダメだって。ああ、もうすでにそら君がミラー壊してしまいました、はい、いやまたつけましょう。まあ、まだ完成ではないんで、まあ、ほぼ完成なんですけど、まあ、これでもいいっちゃいいんだけど。あとここでしょ、窓。え、窓とかさ、あとこういうタイヤの上とかさ、本当は黒く塗るとかなり近くなんだけどね。ということで、そら君に壊されてしまいました。ちょっとこれから接着剤でつけようかと思います。色を乗せてみました。ちゃんですね、これは。ちゃんも上に乗っかってます。プラモデルを作ったのはですね、多分子供の時以来ですね、何十年ぶりに作りましたね。ミニクーパーモーリスがだから何十年ぶりに作って、これが2代目なんですけども、やっぱり作ってみると結構面白いですね。作るのはですね、問題は塗装ですね。どれだけ綺麗に塗れるか、なかなかやっぱり YouTube で職人さんみたいな人のいっぱい見ましたけど、そういう風には塗れないですね。やっぱり道具とかその塗料ですね、いい塗料を使って綺麗に塗るというのはできないですね。私の場合100均のスプレーをピューッと上からかけてるだけなんで、もうほとんど塗装っていうのはできないですね。それができるようになればですね、まただいぶ違ってくるんじゃないかと思いますね。ちょっとそこまではでも今やることはできないですね。なかなか難しいですね。 Amazon でヘアブラシとか見ましたけど、結構高かったですね。まあとりあえずほぼ私の乗ってる車と同じ形ができたんで、まあこれはこれでいいのかなとは思ってるんですけどね。これはずっと残しておきたいなと思ってます。 CRV はもうかなり古い車なんで、多分あと2年とか3年ぐらいしか乗れないと思います。そしたら多分廃車してしまうんで、その時はこれが形見になるわけですね。実はもうこの前に乗ってたレガシーに乗ってたんですけども、それも作ろうかなと思ってるんですけどね。黒いレガシーだったんですけどね、なかなかいい車でしたけど、短い間でした。2年間ぐらいしか乗らなかったんですけど、 CRV はもう6年ぐらい乗ってますね。この車もともと中古で買った車だったんですけど、前に乗ってた人は綺麗に乗ってたんで、そんなに痛みもなくてですね、結構いい車だなと